は、本瓦京子と、佐藤美玖です。女性学、スタートです。皆様、あけましておめでとうございます。シンガーソングライターの本瓦京子です。皆さん、あけましておめでとうございます。女優の佐藤美玖です。さて、始まりました。女性学、この番組は皆様に楽しんでお聞きいただきながら。ラジオというメディアから、さまざまな世代の女性に向けて、発信していこうという番組です。 この番組を、ね、お聞きいただいた方がジュエリーやブランド海外情報などにより興味を持っていただいて女性の皆様のためになる番組になっていただければ嬉しいです。 それでははまずは本川原,原京子さんは広島県のご出身で大学卒業後大手ジュエリーメーカーに就職の後ロンドンに留学帰国後カルティエ社に入社ハイジュエリープロダクトマネージャー職に従事その後ティファニー社に転職しセールスプロモーションのシニアマネージャーとしてイベントをプランニングその後2021年に独立株式会社ドゥーズ・バン・キャトル代表取締役 宝石のバイイングデザイン販売イベント企画運営ブランド業界での講演コンサルティング業務など多岐にわたり手がけられてらっしゃいますその一方でシンガーソングライターとしても2019年7月7日にミニアルバム「またあなたに恋をした」をリリース定期的にワンマンライブを開催ジュエリープロデューサーシンガーソングライターと2つの顔を持ち1人でも多くの女性のためにメッセージを送り続ける今後注目の女性のお一人です そしてこの「女性学」で本川良京子さんと番組進行させていただきます私は女優の佐藤美久と申しまますす現在はドラマや映画を中心に活動させてていいただいておりますそしてここ市川ララ FM さんで毎月第2第4日曜日お昼12時から「まことの間」毎月第2第4金曜日夕方6時から「佐藤美久の女優堂」という番組でもレギュラーパーソナリティとして出演させていただいております。 皆さんよろしくお願いしますこんな二人で女性の皆さんのためになる情報をお伝えしたいと考えておりますのでどうぞよろしくお願いいたしますそれではまず初めのコーナーはジュエリー学のコーナー このコーナーは宝石の専門家京子さんが誕生石にまつわる裏話それぞれの宝石の魅力デザイン選ぶ身につける時のエチケットやお手入れの方法宝石最新情報はもちろんのことファッションとジュエリーの新しい方程式を紐解いていただくコーナーです。それでは京子さんよろししくお願いいたします、はいね、今回もね1月の、ね、誕生石をね,、はい、ねご紹介したいと思いますね。 一月の誕生石ってね、はい、なんかガーネットなんです。はい、聞いたことあります。何色思い出しますか？はい、いやでもあ。 かのイメージがありますねですよねそうなんですみんなねなんか赤色かなと思うんですけどあの結構いろんな色がありますそうなんですかはい。あのグリーンとかオレンジとかあってそれひっくるめてガーネットなので一月ガーネット赤色って思わなくていいかもあ、なるほどなるほどいろんな色があるっていうところそれのちょっと代表的なものもね後で説明させていただきますねおいたしますでねこのまたガーネットの歴史も古いすごいですね宝石はやっぱりね歴史 古いですろいろねしかも伝説もあるみたいでもうねユダヤ人の伝説大洪水のノアの箱舟の明かりとして暗闇を照らしたって言われてるらしいんですすごくないですかなんか宝石ですよね宝石すごいそしてね中世の十字軍の兵士たちこの血の色を連想させるから。 ガーネットを身につければ、はい、あの負傷しないってされていたこともあったみたいですよ。はい、まあお守りですよね。ね。そしてなんか19世紀の。はい ビクトリア朝時代はガーネットが最盛期だったらしいです、はいはい、最盛期そうちょうどゴールドラッシュす,すごい盛り上がってたわけですね <laughs> すごい盛り上のガーネットガーネットって感じですねすごいこのねゴールドラッシュ時代とも重なったので、ねはい、ガーネットとゴールドを組み合わせた華やかな宝飾品がすごい人気を集めたらしいですへー、はい、ね、はい、そしてねガーネットはね、はい、まあ 目標に向かって積み上げてきた努力の成果を実らせ<ー>成功へ導く効果があるらしいです。<ー>まあいろんな説があるんでしょうね<ー>やっぱり歴史が深いだけにね。そうですね,ねすごいですよね。そ<ー>そしてのの色の話、はい いろいろあるので、あの切りがないです。あ、そんないっぱいあるんですか。まあまああるんですよ。なので、ちょっとこの中で私のおすすめガーネット四つご紹介させていただきます。四つもすごいと思うんですけどね。それでもね、四つもなんか切り離せなかった。お願いいたします。はい、まずね、ロードライトガーネット。ロードライトガーネット。はい。これね、あの赤い深い赤色なんです。で、ちょっと紫がかかってるかな。普通のガーネットって言われ。 るものっていうのはちょっとね、はい、黒っぽい明るいああなんかそんなイメージあります。でもロードライトガーネットっていうのは、ねはい、ちょっと紫がかった赤色なんですね。えー、でねこれはね、はい、あのどんな方に私お勧めしたいかなというと、はい、人とたくさん会ったり、はい、たくさんの人の中にいるとちょっと疲れちゃったりしませんか。はい そういうゴミが苦手な人、そういう方にね、私実はおすすめしてるんです。<ー>なんかね、おまお守りのように守ってくれます。なのでね、私も持ってます。さすがです。はい。そしてね、スペサタイトガーネット。スペサタイトガーネット。噛ん,んじゃいそうな名前ですよね。<laughs> これはね、すっごい綺麗なね、マンダリンオレンジ色のガーネットなんですよ。よ なんかねみかんみたいなとっても元気をくれる宝石なので落ち込んだりした時にはねこの宝石を見るとね自然と元気が出ますすごいもうね落ち込んだ時っていうのは宝石を見るとねなんか元気が出るんです私なんかこうキラキラした感じっていうそう中でもこの人ね元気石なので元気石よくあのねあのもし興味があったらどっかの宝石屋で眺めてください元気石見たいですね見たいですよねねそしてね これまたなんかデマイントイドガーネット。デマイントイドガーネットはい。ね、なんか長い名前が多い。<laughs> そうですね。はい。そうなんですよね。これねダイヤモンドチックなみたいな感じの名前らしいんです。というのはね、あのー、1953年らしいんですが、はい、ロシアの中央に位置するウラ山脈のある村で一、はい、人の少年によって美しい。 緑色のガラスのような石が発見されたらしいです。少年によってですか？そう。でそれ以降ですよ。<laughs> はい、あのロシア宮廷のジュエリーとして愛用された。はあ。 そして宝飾品に使われるようになった。一人の少年によって、すごいですね。すごいですよね。で、その美しさがヨーロッパに伝えられて、はい、イギリスのオフィスでブローチャリングなどの宝飾品として愛されて、いいそしてなんとここにもまたティファニーが登場します。はい。はい、前ね、あのちょっとだけ、はい、あの。 あのご紹介したクンツ博士、はいはい、宝石研究者クンツ博士に、はい、エメラルドのようなグリーンとしてもう大絶賛されて<ー>ティファニー社がまたあのプロモーションして主力のジュエリーの一つになったらしいです。 でね、そのきらめきが、まあ、エメラルドのような色なんですが、はい、なんか輝きがダイヤモンドのよう<ー>キラッキラしてるんですよねそれで「ディマイントイド」っていう名前が付いてますが、はい、すうもうね本当にねもう本当に綺麗なグリーンーそしてもうねこのきらめきはですね、はい、もうヨーロッパの貴族の人たちとか、はい、もう現在でもたくさんの人の魅了 し続けているらしです。ごいですね。そうなんです。本当に綺麗なんですよ。これ私も大好きです。あれクンサ博士クンサイトのそうクンサイトの人そうですよね。クンサイト名付けた人ですね。ちょっとちょいちょい出てきますねっていうふうにすごいですねこの方はそうなんですよ。まあカラスさんの結構貢献者だと思います。いやすごいですね。ちょっとどっかでなんかねあの発掘されたなと思ったらあ素敵だなと思ったら今度それをプロモーションしていくっていうね。 すごいですね、うん。そして現在に残っているのは素晴らしいかなと思います、うん、すごいですね、確かに、うん。だって次もそうなんですよ。はい、サボライト。サボライト、うん。これまた緑色のガーネットなんです。でティファニー社が1970年につけた名前。ティファニーやっぱすごいですね。うん、確かにね、あのグリーンがグ,グリーンのガーネットいっぱいありましたもん。ああそうででも店頭ではなかなか見れないんですね。やっぱりそのハイジュエリーと言われるものに結構使っているので、<ー>なのでニューヨークの あのー、お店に行くと結構、はい、ウィンドウに飾ってますあなるほど、うん、はい。そうなんですこれねあのねタンザニアとケニアにまたがっているね、はい、サボ国立公園で採掘されたから,たからサボライトっていう名前が公園で見つかるんですね、うん、すごいですねそうなんです国立公園でもでもきっとねあの海外なので山込みの公園だと思いますなるほど <laughs> もう野生の動物がいっぱいいるような、<laughs> いっぱいいるそんな公園ですね。<laughs> なるほど、そうですそうです。<laughs> そこで見つけられて、<laughs> あの手芸者がまたね。すごいで,すねでこのね2つの緑のガーネットはね、はいうん、心が癒されます。うもう心がケパケパした時はね、ぜひあのこういう緑の石を眺めてみてください。はい。 そしてね今日今月はね1月ということもあってお守りのねお守り的なジュエリーのお話をさせていただきたいなと思うんですよ。それは月なんですかいやなんか年間通してなんですけど神社に参拝されたりお守り買われる方もいらっしゃるからなんか今月やったらいいかなと思ってお話しさせていただきました。り 幸せを呼び込んだり。うん、まあ魔除け、うん、こんな意味を含めたお守りジュエリーです。はいうん、こんな風にね。お守りとして宝石を身につけるっていらっしゃる方もね。最近増えましたね。で、うん、だ最近だとね。あのラグジュアリーブランドもお守り的意味のある宝石を打ち出してるんですよ。はい、へーそうなんですか。うん、カルティにもあります。あー で女性誌も結構特集を組んでいるので、えー、あの12月になると結構そういうのが出てくる今ねあるあのちょっとちょっと前になりますけどちょっとアーカイブ見ていただければなと思いますね。でねこんなことがあったんです私がティファニーにいた時なんですがティファニーにダイヤモンドバイザーヤードっていう1粒のダイヤのシンプルなネックレスがあるんですよ。ははい、それを身につけた女性のの編集の方が、はいはい 立て続けに彼ができてご結婚されたっていうのはね続いたんですそんな出来事でねその噂が広がってねサイブレイクしたんですよでもうね雑誌の特集でも取り上げていただいてまさに願いが叶う幸せを呼び込むお守り的なジュエリーねそんなのがありましたまあ歴史的に見ても 宝石が装飾品として取り扱われるようなとなったのって十五六世紀あたりって言われてるんですよ。ね、本来なんか宝石って別に富の象徴でもないし、贅沢品でもなくて、人の心を癒したり、精神性を高めたり、く薬物のね役目をしたりそんなもんだったんです。で、国の王様が国を守るために戦いに行く時に、祈りの時に必要なしたものなんですよね。まあそう考えると。 お守り的要素が、多いっていうのは歴史が証明してますよね。ねうん、確かにそうですね。うん、まあ、あのパワーストーンのブレスレットも、うん、そういう感じで、お守りジュエリーっていうのでね。はい、結構、皆さんされてると思いますが、あの宝石でもね。ご自分だけのお守りジュエリーを求めれるのもいいかなと、はい、と,とても素敵なんじゃないかなと、私は思います。うん、そうですね。うん、この新年に、ぜひね、是非是非あの自分に合った、あの宝石を選んでみてください。はい、何を買えばわからない。 という方はぜひ私にご連絡ください本川ら京子さんへどうぞよろしくお願いいたします以上ジュエリー学のコーナーでしたメロディー学 続いてはメロディー学のコーナーですこちらはシンガーソングライターの本川る京子さんが毎回紹介するえ楽曲のメロディーラインの特徴やこだわりについて独断と偏見でコメントしていただいた上で毎月2回放送とも皆さんに聞いていただこうというコーナーです今回はどんな楽曲をご紹介いただきますでしょうかそれでは京子さんお願いいたします、はい、今回はですね、はい、私の曲 はい、マイホームタウンのご紹介マイホームタウン、はい、はい。これはね、あのミニアルバム、またあなたに恋をしたに収録されている曲なんですが、うん、年末年始、あのふるさとに帰っていらっしゃった方も多いのではないかと思います。ふるさとから離れた時の気持ちとか、うん、離れた場所で長く暮らして、遠くからどんな思いでふるさとを見ているか、うん、そんなことを書き綴った曲です。はい うん一番の A メロにね「はい、ここじゃないどこか遠くへ行きたいと思っていた」っていう歌詞があるんですけどまあこの一行にね、はい、あの若い頃の思い,なんか思いがギュッと詰まっていて。 まあ田舎じゃなくてちょっとどっか行きたいみたいな、それもこの曲にねあのこの歌詞に曲がパシッとはまった時はとても嬉しかったです。いいですね、とても素敵ですね。うんうん、まあ、あとはまあサビの部分ですね。これメロディーと歌詞をちょっと聞いていただければ嬉しいかなと思います。はい、なんか故郷を離れる思いをここにね。うんうん あのメロウなメロディーにのせてギュッと詰めてますのでぜひ聞いていただければと思います、はい、ありがとうございます以上メロディー楽のコーナーでした海外学。 さてこのコーナーは「読んで字のごとく海外を楽しむ」ということでえ海外での有名ブランドにお勤めでもあった京子さんがいかにして海外での快適な生活を送れたのかえ観光旅行ではなかなか味わえない経験や文化などについてこれから海外での生活そして活躍を目指す方々に向けてのアドバイスをいただくコーナーです。はい まあ前回ね留学した時の、はい、まあ語学の学び方お、ね、話ししましたね、はいうん、ね語学だけじゃなくて、うん、他にもたくさん学ぶことができます私がとても素晴らしいなと思ったのは、はい、何歳になっても学べるし、はい、夢を諦めない方たちでしたね。 私のホストファミリーの奥様は結婚して子育て真っ最中だったんですけど学校の先生になりたくて勉強もう一度したでね新人教師だったんです友達のねホストファミリーは独身女性だったんですけど50代です。 シェイクスピアの勉強したいって言って大学に入り直してた。え？五十代でですよああ。すごい、はい、うん。シェイクスピアの勉強するために学校に行くんだと思っても、すごいですね。目からウロコでしたね。<laughs> はい、まあ最近ね、日本でも年齢関係なく、<laughs> はい、そうですね,ね。大学に入って学ぶ方が増えてきたように思います。芸能人の方でもいらっしゃいますよね。ねねいらっしゃいますよね。はい、私がね、なんか留学した時、はい。 英語を話せるようになって、はい、外資の JD 会社に入れたらいいななんてね<ー>ただ漠然と思ってたし、はい、ま正直、ね、そうなるなんて、ね、思ってなかったんです、はい、でもねそんな方たちと話していると年齢を理由に諦めなくていいんだなって思えたし、はい、諦めないといつかま現実になるんだなって思えたんです<ー>それすごい大事なことかなって今振り返ると思うんですけどね,、はい、でねビジネス英語の授業の時間に 実際に行きたい会社をイメージして、そこにレジュメを書きましょうっていうのがあったんです。はあはあ、はい。私はねカルティエ宛のねレジュメを書きました。はあはい、英語で。はい、<laughs> 先生がね採点してくれたんですけど、はい、これじゃ入れないなーなんて言って、<laughs> えー、<laughs> そんな未熟な英語力。<laughs> そうなんですよ。ええー、なんて言って、はいはい、でね、もう留学その留学中にパリへね、もう超貧乏旅行したんです。え、貧乏旅行、うん？もうねバックパッカーズっていう言葉知ってますか？あ,あはい、なんかヒッチハイクみたいな。もうそうそう。さすがに女性なのでヒッチハイクはしなかったけど、<laughs> はい、まあバスとかフェリーとか乗り継いで。 あの行くそしてなんか食事はそう食事はなんかパンと水みたいな<え>そんな感じ <laughs> はいなのでねユーロスターも走ってたのに<ー>料金が高くて乗れなくて新幹線みたいなものですかそう ドーバー海峡フェリーで渡りましたよ船船船の方が安かったんです安かったです時間はかかるけど全然安全安でねパリに着いてバンドーム広場の近くにあるねカルティアまで行ってまあ中に入る勇気ないですよね外から眺めてこんなところで働いてみたいなってね見上げてたんですよその2年後それは現実になりましたすごすぎ す本当にね,ねそしてさらに2年後はいその外から眺めて見上げていた場所で仕事をしてました鳥肌立ちました今,今度はカルティーの中から外を見ていたうわそれはね本当に嬉しかったですなんか日本はね年齢をとても重視するような気がするんですそうですね そのままの考え方だったら、うん、私留学した時は二十七、<ー>カルティにあった時は二十九歳だったので。私ぐらいの年だったんですね。うん、だからね、えー、あのままの考え方だったら諦めていたと思います。<ー>もうその当時って、なんか二十七歳とかもう結婚するのも遅いぐらいの年だったので。あーあーそう はいです、ねうん、でも、留学してね、いくつになっても、学び続ける姿勢。やりたいことを実現していく人たちを知って。うんうん、まあ、私にもできるかな、と思ったんだと思うんですよね。うん、いやー、すごいですね。もう行動力が、もう本当に、あの、京子さん、素晴らしすぎて。<laughs> はい、まあね、なんか、無謀といえば。無謀違いますよ。<laughs> はい、ね、でも、それが今に繋がってるかな、うん、と思うので、や,でね、やりたいことは。 諦めないでほしいですいやーすごい素敵なお言葉を聞けたような気がしますありがとうございます以上海外学のコーナーでした 皆さん女性が楽しむとは書いて女性学いかがだったでしょうか今お聞きの番組女性学は毎月第2第4木曜日夕方5時30分からですのでぜひ皆さんお聞きいただけましたら嬉しいです今回の放送京子さんいかがでしたでしょうかうん、なんかね もう一度ね、こう諦めることをしないっていうことを思い出しました。ああ、素敵ですとっても。途中やめなければ、はい、いつかそれは続いて、いつか何かになるんだなっていうことを思い出せたので、んなんかちょっと良かったです。 私もそれを聞いて肝に銘じて <laughs> 日々過ごしていきたいなというふうに思います。ありがとうございます。そして番組でお聞きの皆様のご感想ご意見ぜひお送りいただければと思いますので宛先をお伝えいたします。メールアドレスは info「info.plus-vox.com」v info v「女性が楽しむ」と書いて「女性学」までお待ちしております。 それでは女性学またお耳にかかりましょう皆様のお相手は本と佐藤美久でした皆様最後までお聴きいただきありがとうございました。